皆さんこんにちは。タロットリーダー協会の天野ゆりかです。今日も元気にベスティです。セカンドシングルのバイグッバイ、もちろんお聞きになってますよね。私はブレイブジェネレーションの方が好きなんですけれども、でもバイグッバイも聞けば聞くほども相当中毒性高いですよね。とにかくこの2曲がエンドレスで頭の中をぐるぐるするという毎日を送っております。今日は再度 BE:FIRST メンバーのホロスコープ、つまり生まれた時の天体の配置図を見ていきたいと思います。過去にも2回 DUST メンバーや BE:FIRST メンバーの星の分析をしております。もしご興味あります方は、オーディション中に出した DUST 動画やデビュー記念に出したメンバーのギフトイコール天部の才能は何という動画も概要欄にリンクを貼っておりますので、ご覧いただけると嬉しいです。7人のホロスコープを改めて見ていますと、面白いことが分かりました。西洋占星術、いわゆる星占いでは、自分自身を世間にグイッと出していく、自分を前に打ち出していく、世の中にアピールしていくには、オポジションと呼ばれる星の配置がとても大事になります。オポジションというのは、ある天体とある天体がこんな風に180度の関係になっていることを指します。円状でちょうど向かい合っているような形ですね。ここでは分かりやすいように2つの天体しか表示してないんですけれども、天体は主に10個ありまして、その中でも特に太陽というのはその人の人生そのものや生きる目的を表します。なので太陽が何かの天体とオポジション180度の関係を持っていると、生まれつき自分をスポットライトの下へ押し出していく力を持っていると言えます。人生に対して積極性が出てきます。このオポジション180度の関係というのは、専門用語ではハードアスペクトと呼ばれておりまして、いい意味ばかりではなく、時には試練やハードルとして強制的に人生に影響を与えてくることもあるんですけれども、世の中に出ていきたいという意欲を持っている人には絶対何かしらの課題というのは出てくるので、むしろ有利な天体の配置と言えます。そしてその太陽とポジションになっている側の天体、太陽の180度の位置にある天体なんですけれども、それは火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星の順番により強く太陽に影響を与えて、その人を表舞台へ引っ張り出してくれます。BE:FIRSTのメンバーのホロスコープを見てますと、太陽がその火星から冥王星の天体とオポジションになっている人が結構多いんですよ。なかなかね、その配置というのはすごい多いということではなく、どちらかというとそんなに見ることはないですね。だからやっぱりスターになる人というのは、なんか強いホロスコープしてるんだなというふうにしみじみ感じました。それでは早速一人ずつ見ていこうと思います。まずジュノンから見ていきます。ジュノンは太陽と冥王星がオポジションです。先ほども言いましたけれども、冥王星は10個ある天体の中で一番影響力が強い天体です。一番パワーがあると理解してください。ボクシングでいうところのヘビー級、柔道でいうところの100キロ超級にあたります。そんなパワープレイヤーの冥王星がぐいぐいと太陽を引っ張ってます。ジュノンは BE:FIRSTのメンバーにならなくても、きっとね、何らかの形で表舞台に立つような人だったんじゃないかなと思います。もうだってこのルックスとスタイルですもんね。この宣材写真ももうほんとやばいですよね。世間がね、きっとこの人を放っておかないと思う。でも今ね、BE:FIRSTとしてもう最高の形で世の中に出てきていると個人的には強く思います。でこの太陽と冥王星がオポジション180度の配置をしている人というのは、個性的な人が多いとも言われております。そしてシュントです。彼は太陽と火星天王星がオポジション180度の関係にあります。天王星もとても強い力を持っている天体です。特にシュントは太陽と金星と木星が乙女座で固まっていて、それを魚座の火星と天王星が真正面から引っ張っているので、
すごくポジションの力が強く反映されているホロスコープだなという印象を受けました。ロープが1本だけじゃなくて何本も重なってて強くなっているというようなイメージです。乙女座が強い方というのは基本的には常識人なんですけれども、春斗の場合、時折魚座の火星や天王星が突拍子もないことをやらかすように、この乙女座たちを引っ張っている、刺激しているという感じですね。でも春斗の場合、それが周りには好意的に受け取られるという超裏山ホロスコープの持ち主なんですよ。もうね、彼は本当周りから可愛がられやすいんですよね。選ばずして素のままで世の中に出ていけるタイプだと思います。お次はビーファの知らねえ兄貴の涼気です。涼気は太陽と火星がオポジションです。火星はその名の通り熱くやる気に満ちた天体なので、やりすぎっていうほど太陽をぐいっと引っ張る性質があります。火星は燃料やエンジンにも例えられるので、絶えず太陽、つまり生命力にエネルギーが注ぎ込まれているという感じですね。涼気のパフォーマンスの爆発力というのはここから来てるんじゃないかなと思います。もう一つ涼気のホロスコープで特徴的なことが、涼気は太陽の横にぴったりと土星が重なっていて、土星というのはブレーキの役割をすることがあります。この土星と太陽が近い位置にある配置の方というのは、不器用だけど真面目な努力家タイプの方が多いです。時間はかかっても最後にはちゃんと達成できる人です。それに対する火星というのはアクセルの役割をします。なので涼気の太陽はブレーキとアクセルの両方を持ってるっていうことになりまして、それはですね、時に今ブレーキ踏むの、アクセル踏むのっていうような葛藤を生むことにもなるかと思います。でも長い人生の中でアクセルを踏むタイミングとブレーキをかける時というのをですね、経験とか教えから学び取れれば、もうこの2つの天体というのは涼気の人生にすごく大きな力を与えてくれることでしょう。さてここからは、生まれた時の太陽がオポジション180度の配置にある天体を持っていないメンバーをご紹介していきます。もちろん太陽がオポジションの天体持ってなくても世の中に出て活躍してる人っていうのはもうすごいたくさんいるんですけれども、その配置がある方が人生に積極性が出てくるというのは確かです。自分の生まれた時のホロスコープで太陽にオポジションになる天体というのがなかった時、他の人のホロスコープを重ねてみて、その人のホロスコープの天体、特に火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星が自分の太陽とオポジションになっていれば、その人が自分を世の中に引っ張り出してくれる、自分の魅力を引き出してくれる、プロデュースしてくれる人と見ることができるんです。重ねる人というのは、できれば家族や友達など自分の身近な人だとか、一緒に仕事や活動を行う人というのがいいですね。 BE:FIRST のプロデューサーであり生みの親、彼らに強く強く影響を与える人といえば、もうこの人、スカイハイさんですよね。スカイハイさんのホロスコープが、メンバーたちにどのような影響を与えているのかというのを見ていきたいと思います。ではまずはレオのホロスコープを見てみます。こちらがレオのホロスコープです。レオは火星と天王星というオポジションは持っているんですけれども、太陽はご覧の通りどの天体ともつながりを持っていません。こういうタイプの人、こういう配置の方はグループ活動だとかパートナーと組んでやっていく方が人生がうまく回っていきやすいです。さてそれではレオのホロスコープとスカイハイさんのホロスコープを重ねてみるとこんな感じになります。中心の円がレオのホロスコープ、外の円がスカイハイさんのホロスコープになります。レオの太陽に対してスカイハイさんの火星と木星がきれいに180度の関係になっているの分かりますでしょうか。火星は力強く、木星は優しく、太陽を表舞台に引き出してくれます。レオにとってスカイハイさんはまさしく最高のプロデューサーだったんですね。レオが今の年齢までデビューしなかったのはスカイハイさんにプロデュースしてもらうためだったんじゃないか、
もうね、そういう運命だったんじゃないかと思うぐらいです。そして次はマナトのホロスコープ見てみます。マナトは木星と冥王星にオポジションを持っているんですけれども、やっぱり太陽には180度の関係になる天体というのがないんですよね。木星は40代後半からの運勢を表しますので、もちろんマナトはね、世の中にこうアピールできる力というのはあるんですけれども、そのくらいの年になるまでは自分だけの力では世の中にこう打ち出していくということがあまり得意というか強いとは言えないんですよね。これはもう本当にあくまでホロスコープ上でのお話になりますことをご了承ください。それを言いますと、先ほどもお見せしたんですけれども、レオも火星と天王星の180度のオポジションを持っているんですけれども、火星は30代後半からの運勢を表していくので、やっぱり20代の今のこの時期というのは、まだ自分を外に出していくという力をレオもマナトも持ってはいるんですけれども、うまく発揮していくというのは今は難しいんですよね。ではマナトもレオと同じようにスカイハイさんのホロスコープを重ねてみるとこうなります。びっくりするほど綺麗にマナトの太陽とスカイハイさんの冥王星が180度の関係になってるんですよ。だってマナトの太陽が牡牛座の8度で、スカイハイさんの冥王星がサソリ座の8度でしょ。これね、占星術ではオーブゼオって言うんですけれども、かなり特殊というか特別な配置になっています。ジュノンの時にも言ったんですけれども、冥王星というのは一番パワーの強い天体で、もう問答無用、有無を言わせず太陽を引っ張り出してきます。マナとはオーディションの最初の方はどちらかというとこう真面目な感じで、本人も個性がないということを悩んでた風にね、見えてたんですけれども、もう今となってはもう個性大爆発、歌唱力が安定してるっていうことすら個性になってる風に見えますよね。この個性もまたスカイハイさんが引き出してくれたのかもしれません。お次は竜兵なんですけれども、竜兵につきましてはですね、スカイハイさんのホロスコープを重ねても残念ながら竜兵の太陽に180度になるような天体はスカイハイさんは持っていませんでした。ただ180度以外では大きな影響を与える天体の配置というのはこの2人の間にはありまして、例えば竜兵のやる気やモチベーションを限界まで引き出してくれたり、竜兵を温かく見守る存在であったりと、星の配置から見てもやはり竜兵とスカイハイさんの関係性は深いなというふうに思いました。じゃあ竜兵はどうして今現在世に出てきているのっていうことなんですけれども、自分の生まれた時の星の配置に影響を与えるのは周りの人が持っている星の配置だけではありません。今現在の星の配置もまた生まれた時の星の配置に大きな影響を与える時期というのがあるんです。それでは竜兵の生まれた時のホロスコープと今のホロスコープを重ねてみるとこうなります。真ん中の円が竜兵のホロスコープ、外側の円がこの動画を撮っている時のホロスコープになります。竜兵の太陽に今の天王星が180度になっているの分かりますか？全ての天体は時計と逆方向に進んで円を一周するんですけれども、太陽は1年かけてこの円を一周するんですが、天王星はなんと一周するのに84年かかります。なので生まれた時の太陽に今現在の天王星が180度の配置になる時期というのはもう一生に一度あるかないかです。この影響は約3年ぐらい続きます。特に竜兵はサソリ座に天体が集中しているので、今牡牛座を動いている天王星の影響は太陽だけじゃなくて他の天体も受けているのですごく大きいです。今竜兵の人生にはもうバンバン革命が起こってます。なのでこの年齢この時期に竜兵がデビューしたというのはもう生まれた時からの天の定めだったのかもしれません。最後にソータです。ソーチンはですね、ソーチンの太陽にスカイハイさんの天体が何か180度を作っているというわけでもなく、現在の星の配置が180度を作っているというわけでもないんですよね。ただ彼はもう BE:FIRST になる前からダンスで
すでに世の中でもう大活躍してたじゃないですか。ソータはお母様がダンスのインストラクターをされているそうなので、お母様だとか、あるいは他のダンスの先生や仲間たちがソータの太陽に180度になっている天体を持ってたのかもしれないですね。もうそれよりもですよ、ソータは今人生の大変革期を迎えています。ソータの生まれた時の太陽に現在の冥王星がちょうど重なってます。先ほど天王星は84年かけてこの円を一周するっていうふうに言ったんですけれども、じゃあ冥王星はどれぐらいかかると思われますか？答えは248年です。もうまさに桁違い。自分の生まれた時の太陽に現在の冥王星が重なる時期を迎えるのは、もうこの人生の中であるかないかなんですけれども、というかもうない人の方がもう全然多いんですが、実は180度の位置に来るよりもこのぴったりと重なる時、つまり0度の関係になる時という方が、より一層その天体のパワーをダイレクトに強く受け取るということになります。この配置になる時というのは、本当に生き方とか考え方とかがもうぐるりとがらりと変わる時です。この動画を見てくださっていて、ソータと近い誕生日の方、具体的には1月18日前後の誕生日の方というのは、そういう人生の転換期、内面のことで言えば価値観ぶっ壊れ&再構築の時期を迎えてるかもですね。そういえば BMSG のノベルコア君とエディボーイもソータと同じ誕生日ですよね。なので彼ら2人もそういう時期を迎えているんじゃないかと思います。お二人とも活躍の場がもう目まぐるしく変わっていくと思います。ということで BE:FIRST のメンバーのホロスコープを見てきたんですけれども、もともと表舞台で活躍する素質を持ちまくっているメンバー、スカイハイさんの影響で個性を引き出されて表舞台に出てきているメンバー、今の星の力を存分に活用しているメンバーと、やっぱり BE:FIRST ってもうすごい選ばれしメンバーたちなんだなというふうに再認識しました。これからもいっぱい応援していきたいと思います。ということで、この動画面白いと思ってくださった方は、どうぞどうぞチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。はい、ここからはボーナスステージです。今あなたをサポートしてくれる人をタロットで見てみたいと思います。次の4枚のカードの中から一番気になるものを1枚選んでください。選びましたか？それでは見ていきましょう。1のカードは忍者のカードです。このカードを選んだあなたのサポートになってくれるのは、物知りな人だったり何かの専門家だったりします。自分では不確かなことは、少し費用がかかってもきちんと専門的な知識を持っている人に相談した方が良さそうです。もちろん周りにそういう知識がある人がいれば、ぜひ頼ってみてください。年上の人や落ち着きのある人も大きなサポートを与えてくれるでしょう。2のカードは女帝のカードです。このカードを選んだあなたのサポートになってくれるのは、優しくて頼れる人です。お母さんのようにあなたを優しく励ましたり元気づけてくれるような人が、今のあなたに大きな力になってくれそう。男性だったとしたら包容力があるようなタイプですね。時間、お金、心などに余裕がある人とも問えます。3のカードは塔のカードです。このカードを選んだあなたのサポートになってくれるのは、はっきりものを言ってくれる人です。耳の痛いことを言ってくれる人こそ、今のあなたには必要不可欠な人。最初はもう胸にね、ぐさっときたり、なんでそんなこと言われんのってイラッときたりするかもしれないんですけれども、その人が言ってくれたことは、これからのあなたに強く影響してくることです。しっかり受け止めてください。また、自分と違う価値観や生き方をしている人を指すこともあります。4のカードは太陽のカードです。このカードを選んだあなたのサポートになってくれるのは、
明るくて自信に満ちた人です。そういう人はもう大抵物事がうまくいっています。今この人好調だなとか調子いいなと思う人が周りにいたら、ぜひその人とたくさんコミュニケーションをとって、そのパワーをお裾分けしてもらいましょう。いつも前向きだなとかポジティブシンキングだなと感じる人もあなたのラッキーパーソンになりますよ。それではここで本当に失礼させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。